ついきます。はい、じゃあこちらがコットンベーシック T シャツになります。品番が C の5525です。お色がまずこちら手に持っているモカ、そしてこちらブラックです。そしてこちらグリーンこちらがクリームイエロー、はい、でいーちゃん着ているオフホワイトの5色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、790円。イエーイ、790円ですって、すごいですね。おお、はい、でこちらも、6月6日日曜日朝10時から発売になりまして、6月7日月曜日朝11時59分まで送料無料でのお届けになります。はい、すごいですね、790円、すごい。なんか前500円 T シャツもあったけど、それとまたシルエットが違うのでね、袖の分量とかもすごい多いし、安いです、790円は。はい、あ、そうね、シンプルティーと比べて生地感どうですかって質問いただいて、ちょうど私もそれ言おうと思ってたんですよ。はい、じゃあいきますね、ちょっとそのポイントをお伝えさせていただきます。はい、まあ、これはですね、シルエットが結構袖部分がゆったりしているシルエットだなと私は思いました。さっきシンプルティーで言っていただいてたんですけど、ちょっとシンプルティーもあるかな、持っていきますね。あったら、あった気がするんだが、シンプルティー、あれ、なかったっけ。あら、めっちゃシンプルティーある。あ、来た、ありました、ありました。すいません、お待たせしました。これシンプルティーなんですけど、レタスで売ってる、多分1100円ぐらいかな、これが確か。はい、このシンプルティーに比べると若干生地感はちょっとやっぱこっちの方が薄いのは薄いです。はい、でシルエットに関しては多分こっちのシンプルティーはね、結構タイトなんですよね。ここの辺もちょっとピタッとなってる感じで、お袖もこっちの方が短いですよね、やっぱり。なんで今回の、こっちの方のシンプルな T シャツの方が袖口が長くて、この部分がゆったりしているので、なんか二の腕とかはもうすっぽりがっつり隠してくれるシルエットかなと思います。はい、で身幅もちょっとだけこっちの方が緩いかなっていう感じです。で多分ね、両方ともサイズ展開があったはずなの でこれは S、M で、確かシンプルティーの方は M、L だったと思います。はい、なのでまたちょっとサイズ感が あっちとまた違ってたりするので、そこはサイズ表の方をご覧いただいて、ちょっと見比べていただいたら、はい、嬉しいです。はい、で素材なんですが、こちらは綿 100% になります。はい、で着丈はこれぐらい、骨盤ここなので結構ゆったり、長さはまだある方かなと思います。はい、お尻は隠れないですが、真ん中ぐらい、かなと思います。はい、こんな感じですかね。で、まあ、ネックもそんなに開きすぎてなくて、まあ、結構私はこのネックすごく好きな形、高さです。だらーっと開いてるのが私ちょっと苦手ではあるんですが、もうここまでキュッてなってるのは私はすごく着やすくて好きです。鎖骨がちょっとギリ見えないかな、見えないかなぐらいの感じです。はい、じゃあ質問いきますね。下いきます。カジュアルだけどちょっときれいめな感じで可愛いですな。あちさん、ありがとうございます。多分このネックかな、ネックがちょっとキュッと詰まってると若干きれいめな印象になるような気がします。 T シャツはこうゆるっと開いてるとカジュアルさが増すような気がします。はい、500円 T と比べてどうですか。500円 T とは多分ね、袖の感じが違うかなと私は思います。確か袖感が最近着てはないんですけど、見た時に多分、ね、フレンチスリーブみたいな感
感じだったと思うんですよね、500円ティーって。だからここまでがっつり袖がないような気がします。はい、イーちゃん着てるのは何サイズですか？私着てるのね、これも S だと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。どうかな、タグがないか。ちょっとね、サイズ感が怪しい。私今白なので、ちょっと待ってくださいね。白は S ですかね、多分サンプル S な気がします。はい、 S サイズこんな感じです。肩がここで切り替えになってます。はい、イエローはブルーでいけますか？私このイエローすごい気になってるんですけど、ちょっと着てきましょうかね。イエロー着てきます。すごく好きです。うん、カラバリでいきます。クリームイエローすごい好きな色。肩幅狭めな作りに見えるけど普通な感じですか？私さっきこの肩線のところ多分刺したと思うんですけど、そう思うと若干肩よりは中ですね。自分の肩、私の肩よりは肩線が中に入っている気がするので、そうですね、感覚多分素数値としてはちょっと肩幅狭くなるんですけど、この、 袖の長さがどちらかというと長さもありますし、ボリューム感もあるので、そこで全然なんかカバーはしてくれるっていう感じがします。なんかギュッてなってピタッてなってるっていう感じがないので、あんまり。うん、あ、 T シャツっていくつあってもめちゃくちゃ使えるので安いなので嬉しいです。まゆさんありがとうございます。わかります、わかります。 T シャツやっぱり欲しくなりますよね、たくさんね。この T シャツにレースのタイプスカートとか可愛いのではないだろうか。お、可愛いな。M サイズもあるの？そうですね、サイズ展開が一応 S サイズ、M サイズとあります。ただちょっとサンプルがお持ちできてないと思うので、サンプルなので、S とか表記がね、 M とか書いてなくって、これは S だと思います。よいしょ。私この色がすごく好きなんですが、クリームイエローも S だと思います。こちら M っぽい、 M だな。モカが M だと思うので、ちょっと後でモカも着てみますね。今私が着てるクリームイエローは S サイズです。はい、どうでしょうか。エクリューっていう感じよりかはうっすらイエローな色味の方が強いですかね。こんな感じです。私これ多分顔写り全然いけるやつ、大丈夫かなと思います。どうでしょうか。はい、結局こういう T シャツ一番使えますよね。わかります。一番着ちゃう、やっぱり。あとこういうちょっと柄物のスカートとか、こういうレースのスカートとかに合わせるのにやっぱちょうどいいんですよね。なんかそのカジュアルさであったりとかシンプルさがちょうど合わせやすくて使いやすいと思います。あとお袖折った感じを見たいでしたら、一つ折りでこれぐらいのゆるさ、二つ折りが、私こっち二つ折り、
です。結構袖がグッと斜めに上がるので一つ折りぐらいでちょうどいいかなと思います。これぐらいです。はい、ちょっとじゃあで M サイズ着てこようと思います。ちょっとカラバリでやっぱ着心地違うかな。さっきずっと S しか着てないので、汗染み目立ちそうな色ありますか？さっき着たので、あ、なるほどなるほど。汗染みは多分今から私が着るモカの方が目立つかなと思うので、モカで汗染み検証しようと思います。あ、うん、若干かな、袖の感じが若干緩くなったような気がしますが、まあ、袖丈2センチとかなので肩幅も1センチですね。なのでそんなすごいがっつり変わるっていう感じじゃないので、確かにほんのちょっとかな差は。すいません、お待たせしました。あ、ハールさんありがとうございます。790円です。そうです、そんなすごい変わるわけではない、ちょっと袖の感じが緩く感じる、身幅もちょっとだけ緩く感じるなっていう程度ですね。着丈は2センチ変わるので少し長くなりますが、あ、うん、ちょっと長い、もうちょっとこれぐらいだったと思うんですけど、さらにちょっとだけ長さがある感じです。なんかこの袖の分量の落ち感がちょっと変わるかなっていう感じですね。リーちゃんなら S と M どちらにしますか？私はでもね、サイズ S でいいかなって思ってるんですけど、S かな。まあ、M でも全然いいんですけど、ここ確かにちょっとゆとりが M の方があるか。私は S かな、私だったら S かなと思います。はい、でスカートの質問もたくさんいただいてるんですけど、スカートはこれね、サイドジップで着ていただくんですが、後ろねゴムなのですごく楽ちん、ここがここからここゴムなので楽ちんです。私これのブラック持っててすごく履きやすくておすすめです。なので今日ちょっと違う色があったので持ってきてみました。はい、M も袖折るなら一回折りが良さそうですか？そうですね、なんか一回折りで二回折り、二回折り、こんな感じです。でも二回でもこっちだったらいいかな。まあ、ちょっとここが上がるのでこの部分が気になる方は1回とかでもいいかもしれないです。はい、153だとオーバーに見えるかな。この肩線がここジャストなところにはなるので、そんなにすごい上切られてるっていう感じにはあんまり なりにくいとは思います。袖が、ね、ドルマンスリーブだったりとかしちゃうと結構ズドーンと大きく見えてしまう可能性があるんですけど、これはジャストの肩線で首も結構しっかりキュッとなってるタイプなので、そのすごい切られてる感はないと思います。はい、ですね。はい、下行きます。すいません、後ろのゴム、あ、後ろゴムお尻目立ちませんか？お尻目立ちにくいですね。まあ、ゴムなのでここはふわっとしてるんですけど、ちょっとスカートの質問はよかったらおしゃべり
りコーナーでお答えさせていただいていいですか。ちょっと今 T シャツをしておりまして申し訳ないです、すいません。はい、あのたっぷりスカートを私の私物で持っているのでお伝えさせていただくので、おしゃべりコーナーでそのお話はさせていただこうと思います。はい、じゃ T シャツこんな感じで大丈夫ですか。 S サイズ M サイズありますので、そんなに着た感じはすごい差はめちゃくちゃ差があるなっていう感じはしなかったんですけど、若干やっぱ M の方が少しゆとりはありました。はい、この色も可愛いです。ブラックとこれちょっとカラーもののやつらしくて可愛いですね。はい、ではこんな感じで今日のラインナップ全部ご紹介終わったので、おさらいをしてその後おしゃべりコーナー行こうと思います。なのでその S サイズです。これが S、 肩がこれぐらいです。うん、でもやっぱ合ってた気がする、さっき着てたのと。 S サイズこんな感じ。やっぱ袖の感じがちょっと変わりますね。身幅もちょっとだけピタッとしてる。はい、そして次 M サイズしてきます。みーちゃんじゃなかった、そうなんですよ、バイヤーさんが届けてくれました。あ、M サイズ、あ、M のがいいかな、ちょっとこれ M です。 M やっぱ私さっき多分言ってたので合ってると思うんですけど、ゆったりしますね。この胸周りとかも M の方がちょっとゆったりしてるので M にしようかな。私ちょっと M サイズもいいかもしれないです。ゆったり着たければ M の方が断然おすすめします。これぐらい違うので着丈も違うし、お袖のこのゆるっと落ちる感じも若干シルエットが異なると思います。はい、こんな感じです。はい、で汗じみお願いしますってあるので汗じみ検証しましょうか。ちょっと T シャツの時にやればよかったですね、すみません。検証できました。多分一番これが目立つかなと思うので、めちゃべちゃべちゃに濡らしたんですけど、べちゃべちゃに濡らすとやっぱりこれぐらいかかっちゃいます。本当にもうすごい水滴いっぱいつけたんで、グリーンでこんな感じ。やっぱカラーものはねどうしてもお色はちょっと濃く映ってしまうかなと思うんですけど、普通の T シャツに比べるとこの脇の部分とかはゆったりしてるので、脇汗がもうベタベタにつくとかはあんまりないかなと思います。インナーとかで結構防げそうな範囲内ではあるかなと思うので、そこだけインナーでちょっと汗の対策はしていただければなと思います。はい、ではこんな感じで T シャツ終わります。おしゃべりコーナー行きますね。はい、うん、おしゃべりコーナーで、緑はさっき私これの S サイズ緑着てたのでよかったら見てみてください。すいません、一周緑着ました。はい、うん、このレースのスカートにハイカットシューズ合わせてください。ハイカットシューズがちょっと今なくてちょっとすぐになくて申し訳ないです。でもハイカットも可愛いと思いますよ。私スニーカーとかでもこのスカート合わせたりするので、はい、全然とても合うと思います。あと、あ、YouTube でイーちゃんがレーススカート履いてるのを見て欲しくなっちゃったんですが、お腹ポコ目立ちますか。まあ、タイトスカートなので全く目立ちませんとは言い切れないです。ただ普通の
他のタイトスカートに比べると私はまだ目立ちにくい方かなと思いました。今私でねちょっとここちょっと私は今出てるからあれなんですけどこれぐらいなんです。で、あのレースがこれ結構厚で厚みがしっかりあるタイプのレースなので、なんでしょう、薄いレースだとね結構もうピターンってなってもう全部こう出るって感じはあるんですけど、これはそのレースが固めだから出てるところからまだマシ、このストンと落ちる感じがまだマシではあります。はい、なので普通のここまでピタッとなっているタイプのタイトスカートに比べるとまだね身幅に少し余裕があるタイプなので目立ちにくいのは目立ちにくいです。ただやっぱり普通のフレアスカートとかそういうのと比べてしまうとどうしてもねちょっとやっぱりここは目立つとは思います。はい、で、あの私このスカートの好きなところはこの私の開いているここの骨盤があんまり目立たないということです。普通のスカートだとだいたいここがピターってなってここが出てるなっていう位置がね出てる位置が分かるんですけど、これは意外とストンとそのまま落ちてくれる感じのデザインなので私でも履けるタイトスカートだと思って私すごく気に入ってます。ブラック持ってます。はいですね、うん、まあそうですね、あのガーゼルとか履いてへこませたりしてますよってコメントもいただいてるので、あのそういう対策ももし気になるようでしたらしていただくとより綺麗に着ていただけるかなとは思います。はい、レーススカートと打てば出てきますか。これは品番がですねレースって言うと私確か出てきたんですよね今日。レース M3154っていう品番です。これカラバリもめっちゃ可愛いからちょっと他の色も気になってます。欲しいな。うん、あこさん初めてコメントさせていただきます。ありがとう。